アントラーズ1対0で勝利、踏ん張りました。しかし北澤さん、後半でようやく試合が動きましたね。前半ちょっと膠着してましたからね。鹿島としては、まあ最後までディフェンスにも集中できたところが勝ちにつながったんじゃないでしょうかね。そうですね。では本日の試合内容を振り返ってみます。後半41分、ヘイタンジャンがなかなかのシュートを見せてくれました。そうなんですよね。ゴールには至らなかったんですけど、絶妙なパスをつなげてシュートという典型的なパターンができてましたよね。そして今日の重要なシーンとなりました、後半開始早々、興梠、素晴らしいミドルシュートでゴールを決めました。ええ、シュートだけでなくね、反応できないほどのスピードで打ち込んできましたからね。しかしボール早かったですね。さあ今度は少しデータを振り返ってみますが、アントラーズ、支配率では負けているんですよね。ああそうですか。相手の隙をついて確実にフィニッシュまで持っていったということなんでしょうね。本日の試合は1対0、アントラーズ勝利をものにしています。さあそろそろお別れの時が来ました。解説は北澤豪さんでした。次回の試合を皆さんお楽しみに。ありがとうございました。どうもありがとうございました。実況はジョン・カビラでした。ハイライトシーンをお届けしながらのお別れとなります。皆さんまたお会いしましょう。
皆さんご機嫌いかがでしょうか。アントラーズ、前回の試合結果が1対0、やや苦戦を強いられての勝利となりました。今日はどちらが勝利するんでしょうか。今日は J リーグディビジョン1、ベガルタ仙台対鹿島アントラーズ、第5節の模様をお伝えしてまいります。この試合は北澤さんと共に見てまいります。北澤さん、今日もよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。さあ北澤さん、実力では互角と言われるチーム同士の対戦となりましたね。はい、こういった試合はね、結果的にチームにとっても重要になるんですよね。しのぎ合うというかね。なるほど。さあ、まもなく試合です。Thank you.